なぜ人は幸せじゃなきゃいけないんだろう。幸せは連鎖するんです。今幸せな人しか天国に行けないんですよ。正しいことをしてる人が天国行くんじゃないんですよ。楽しく正しいことをしてる人。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。人生ではどうにもならない出来事に直面することがあります。どうにかしようと頑張ったり、何か他のことを考えたりとあれこれやってもどうにもならないとしたら、そこで諦めるというのも一つの選択です。この諦めるについて、皆さんは正しい意味と使い方を知っているでしょうか。諦めるという言葉からどことなくマイナスの印象を受けるかもしれませんが、諦めることは決して悪いことではありません。それどころか、諦めることが本当の幸せの始まりだったりします。ただし、幸せは正しく諦めた場合にのみやってくるもの。今回は諦めるの正しい意味と使い方について、ひとりさんが教えてくれます。とても深くて本質的な話ですので、一度では分かりづらいかもしれません。分かるまで繰り返し聞くことをお勧めします。ではどうぞ。はい、おはようございます。おはようございます。今日はね、私なりに難しいことに挑戦します。これ自分で分かってるんだけど、人に説明するのが難しいものってあるんですよ。で、理解していただけると思ってやります。はい、未熟ですけどお許しください。諦めるっていうのがあるんですよ。で、なぜこれに触れたくないかっていうと、諦めりゃいいんですねっていうことがあると、諦めるっていうのは一応何かに挑戦するとか、その行動するということを前提になってるんだけど、何でもかんでも諦めちゃうっていうのはどうかなっていうのもあるんですよ。それで、人間っていうのはこの死ぬ前、死ぬ前じゃない、生まれてくる前だね、生まれてくる前に中間性っていうのがあるんです。前にも話したか分かんないんですけれど、人間っていうのは死ぬと、三途の川渡る。三途の川渡って歩き出すと林の中へ出て、その林の中を7日間歩くと滝のところへ出てる。この7日間っていうのは人間の時間で7日間です。だから本当に長く感じる人もいるんです。当人としては10年ぐらい林の中さまよってる感じの人もいるんです。で、7日目に滝のところへ出ますから、そうするとその滝を登るったと、濃いじゃないか、滝を登るには滝の横を登っていくから、一横を険しいところを登るんです。それで草原に出ると、で草原に出るといろんな魂が迎えに来る。そうすると涙が止まらないほど、こう放越っていうかな、懐かしさと嬉しさで涙が止まらなくなるんです。それで一箇所に魂が今度集まり出して、次は自分は何をするの、ね、今度は俺の嫁さんになんなさいとか子供になんなさいとかいろいろ決めるんです。わかります？はい。で、決めて出てくるんです。わかりますよね。で、私も決めて出てきたことが起きるんです。わかりますよね。魂の修行のために出てくるから、別に悪いことしてなくても悪口言うやつも出てくるんです。私みたく目立つのが嫌だって言ったって、パーティーになって主役みたいなのやんなきゃなんないんですよ。で、週刊誌が嫌だっても追っかけることもあるんです。わかります？その時に、これは中間性で決めてきたことなんだ。で、諦めちゃうんです。ここで諦めちゃうんです。と、諦めちゃうと、明らかに眺めるという意味なんですよ。要するに抵抗して、その、自分の運命に抵抗して抵抗して抵抗してる時っていうのは頭が回転しないんですよ。わかります？お釈迦様が、今のあなたには今の旦那でちょうどいい、ね、今のあなたには今の奥さんでちょうどいい、
ね、今のあなたには今の親でちょうどいいんです。だから自分が変わると人の態度まで変わっちゃってる。うちの会社はって悪口ずっと言ってる人がいるけど、今のあんたには今の会社で本当はちょうどいいんです。で、人が変われば全て変わってくるんですよ。わかります？その時に明らかに眺めて諦めるね。ごめんなさい、足の長い人もいれば短い人もいますよね。もうちょっと長ければって言ったって、なんとかなるものはなんとかしましょうよって私が言いたいんですよ。でもなんともならないものね、この親より私は隣の親が良かったとかつっても、なんともならないものってあるんですよ。で、なんとかなるものはなんとかしましょうつってるんです。だけどなんともならないものがあるんですね。私はフランス人の方が良かったのよって言ったって、そんなこと言われてもわかります？まあどうにもならないことがあるじゃないか。で、どうにもなることを諦めろっつってんじゃないんですよ。で、ここが難しいところなんですよ。で、どうにもならないことを諦める。で、明らかに眺めたときどうするかって言ったときに、それでも幸せになる方法っていうのを考えなきゃいけないのが修行なんです。わかります？日本人に生まれたんだから日本人でも幸せになることを考えなきゃいけない。私はフランス人がいいのよって、フランス人になることはできないけどフランスに行くことはできるよね。わかりますよね？それは可能なことはやった方がいいんですね。この前こちらインディアンに会いに行かれたんだけど、会いに行くことはできると、インディアンになることはできない、インディアンとかで生まれることもできないんですよね。今さら無理でしょ。インディアンと結婚することはできますよ。だからやれることとやれないことを考えて、できないことは諦めて明らかに眺めるとやれることが分かってくるんです。だから諦めて主観的な方に行っちゃうと修行にならないんです。で、魂の修行っていうのは何ですかって言った時、それでも幸せでいること、普通の人より足なんかちょっとぐらい短くったって幸せでいること。私なんか普通の人より足がちょっと短いんですけど、非常に座ってると立派なんですよね。で、まあ人間のべす立ってるわけじゃないんだから、座ってる時立派ならこれでいいんだ。これは胴の長い人の特徴ですから。で、そういうふうに物事を明るく捉える、ね、ここで幸せになるために明らかに眺めるんだよ。だから諦めた後にやることがあるんですよ。で、明らかに眺めて視観してっちゃうんじゃないんです。明らかに眺めて幸せになるんです。それをまず明らかに眺められないとダメなんです。あのね、開き直るって言葉があるんですよ。開き直ると不適されるは えらい違いなんだよ。居直るとか全然違うよ。開き直るっていうのは、なんか嫌なことだと心が閉じちゃう、それを開く。で、自分の気持ちが曲がっちゃってんの、こうやって。で、それをピッと直すのね。そうすると開き直るの、心が閉じてんじゃないか、苦しくなってる、だから開く。で、曲がってる気持ちはピンとまっすぐです。ね、世の中って不公平なものなの、ね、世の中公平なんだ公平なんだ、全然公平じゃないと、もう本当にあのキムタクみたいにいい男に生まれるやつもいるんだよね。不公平だから俺整形して直して、あの平均出したいぐらい思ってる。足だって切りたいよ。だけどそうもね、いかないんですよ。ね、金持ちの家に生まれる人もいる、貧乏人の家に生まれる人もいる、いろんな人がいるんです。日本に生まれる人もいる、外国に生まれる人もいる。でもそれは諦めるんです。なぜかっていうと、今世はここに生まれようとか自分で決めてきてる。だから今世不公平に見えても、ずっとロングランで見れば人はみんな公平なんですよ、ね。で、あのこのビデオは世に出ることはないかもわかんないんです。で、これを本当に見てわかる人ってのは、最低でも生きがいの想像を見るとか読むとかね、いくらか前世のことでも勉強しないとこういうことはわからないんです。だからこれは勉強してる人が読む本なんだ、あ、ビデオだと思ってください。それで今受けてるものは諦めるんです。どうにもならないことは諦めて力がふーっと抜くんです。
でさてここでこの場でどういうふうにして自分は幸せになるんだ、どういうふうに考えたら幸せになれるんだ。で幸せって単純ですよ、楽しいということです。どうしたら楽しめるんだろう、この人生をどうやったら楽しめるんだろう。人生はどっちが正しいかじゃないですよ、どっちが楽しいかなんです。楽しさをうんと追求してください。で楽しきゃ意地悪してもいいんですか、意地悪するより人に親切にした方が楽しいんです。もう少し深く考えてください。上っ面のことを言っててほじるのをやめないでください。前私の周りにはなんで本屋なんか読まないやつばっかりなんだろう、嫌になっちゃうなと思ってた時があるの。ところがだんだんそれがすごいついてるって分かった、はい、なぜかというと本を読まないような人ってこれ読みになったらそれをやっと読むぐらいの、ところがあんまり本読む人間って何が何だか分かんなくなっちゃう。この本読んで一つ折るともう一歩先行ってまた一つ折るの、ずーっと一個行くたび一つあんな本ってそのうち何言ってるか分かんなくなっちゃうね。それよりも一箇所を下に下に掘るの、ついてるっつうのはついてるついてるずーっと掘ってごらんね。明らかったら明らかに眺めるならずーっと眺めてごらん。人が幸せになるため何なんだろうね、楽しさを追求してごらん。普通の人ってのはどっちが正しいかどっちが正しいか言い争いばっかしてんの。あんた言い争いしてて楽しいね、友達失うだけだよ、理屈っぽいって言われるだけだよ。それより楽しいね、相手が少しぐらい違ったら、あ、そういう意見もあんだ、楽しいね。ね、それと相当間違ってたこと言ってても、こんなに間違ってても立派に生きてんだ。世の中って楽しいね。ね、遅刻ばっかりしてくる人いて、本当に遅刻、すごい遅刻する人いるの。で、私なんか5分前に行かないと気が済まないの。でも同じように生きてんだよね。で寝台があったりなんかすぐ空いてる方がね。世の中ってそれはそれで楽しいんだよね。それをどっちが正しい、お前が正しくないと俺が正しいじゃないの。どっちが楽しいかね、楽しく生きようよね。ダメな時は力をふっと抜く、それでも楽しむことは何だろう。そのためにここに明らかに眺める、諦めるということなのね。だからなんかこうずっとロングランになって話しちゃって過去世のことまで話さなきゃいけないんだけど、これでうまく説明できてるとは思わないんです。でも各自が明らかに眺めてみてくださいね。今戸田君はこうやってビデオ撮っててくれてね、日本看病院働いてるんです。もう女性がすごく多いんです、うちの職場って。もうこれも諦めるしかしょうがないんです。それも優しい女性ばっかり集めてる会社じゃないとこ来ちゃってるんだよね。すごい人たちの中にいるのは大変ですよ。岡田君もそうなんです。ただこの中でどうやったら自分が楽しく生きれるか、そのことを考えるしかないんですね。でそのために明らかに眺める、自分はいかに不幸なんだということを見るために明らかに眺めてんじゃないです。もっと眺めてください。なぜこれが修行なんだろう、なぜこんなことを決めてきたんだろう、なぜこれが自分にとって得なんだろうね、なぜ人は幸せじゃなきゃいけないんだろう。幸せは連鎖するんです。今幸せな人しか天国に行けないんですよ。正しいことをしてる人が天国行くんじゃないんですよ。楽しく正しいことをしてる人、楽しくなんです。ボランティアやりながら不幸そうな顔してる人いるんです。これはボランティアが正しいと思ってるんです。でも本当はやりたくないんです。だから顔が歪んでるんです。本当にやりたかったら顔はニコニコしてるんです。わかります？そしたら幸せなんです。もっと深くですよ、考えてくださいね。お金儲けも、商人はお金儲けが仕事なんです。でもお金を儲ければいいんじゃないんです。儲け続けるんです。わかります？儲けるだけなら悪いことしようが、ちょっとぐらい評判を落とそうが儲かるんです。儲け続けるんだとなったとき、喜ばれない限りそんなことはないんです。一回来た人が二度と来てくんない、そういうのじゃダメなんです。わかります？俺んとこは観光地だからいいんだ。そのうち観光地自体が錆びれますよ。今観光地っていくつもできてるんですね、みんなで寄ってたかって来た客から3倍も4倍も取っちゃってみな、観光地自体が行かなくなるんですよ。世の中そんなにね甘くないですよ。
わかりました、はいね、もっと深く考えてください、はい、深く考えるとこの諦めるっていうこともわかると思います。では、ちょっと長くてすいません。感謝してます。私たちの人生で起きることは全て生まれる前に自分で決めてきたことです。こんなに辛いことを自分で決めるはずがないと思うかもしれませんが、あれもこれも魂を磨くために自分で仕組んだプログラム。嫌な上司やうまくいかない配偶者も自分で決めてきたのですから、今のあなたにはその人でちょうどいいのです。目の前の嫌なことは中間性で決めてきたのだと諦めてください。もちろん何でもかんでも諦めることはありません。なんとかなるものは努力や何かでどうにかすればよいこと。ここで問題になるのは何ともならないことについてです。この親が嫌だとか生まれた国が気に入らないなどは何をどう頑張っても変えることは不可能です。どうにもならないことをいつまでも悩んでも仕方がありません。そこでそんな悩みはすっぱり諦めてください。諦めるとは明らかに眺めることを言います。どうにもならないことは力を抜いて傍観してみる。それが正しい諦めです。諦めたらそのままで幸せになる方法を考えてください。よその国が良ければ好きな国を旅すればいいし、親が嫌ならさっさと独立するなど、どうにもならないことにいつまでもしがみつくのではなく、物事を明るく捉えてどうすれば幸せになるかを考えるのが幸せへの道です。幸せというのは楽しいことです。どっちが正しいかではなく、どちらが楽しいのかを選んでください。もちろん自分だけが楽しければいいとか、社会のルールを破ってもいいというのではありません。真っ当なことを楽しむのが幸せのあり方です。幸せでいたければとにかく楽しさを追求すること。どうにもならないなら諦めて力を抜いてみてください。そして自分に起きた出来事をどう捉えたら幸せになるのかと考えるのです。閉じていた扉を開いて心の歪みを直すのが開き直るということです。諦めて開き直れば幸せに向かう準備が整います。諦めも開き直りも決してマイナスのことではありません。それらはすべて幸せでいるための通過点です。人生では自分で決めてきたプログラムに従って大変だと思えることや嫌なことが時折やってきます。そこで悲観的になってしまえば修行はできません。修行ができなければ魂を磨くチャンスを手放すことになります。それではせっかくこの世に生まれた意味がありません。幸せは過去にも未来にもなく今にあります。今幸せでない人はこれから先も幸せにはなりません。今我慢すればいつか幸せになることはないし、天国にも行けません。天国に行けるのは今ここで幸せな人だけ。幸せというのはずっと続いているものだし、続けるために努力するものです。例えば商売をしていてとりあえず儲けるだけならそう難しくはありません。本当にやるべきは儲け続けること。それは簡単ではありません。儲け続けようと思えば付け焼き刃のサービスやごまかしではうまくいきません。お客様が何度でも来たくなる買いたくなるお店と商品があってこそ儲け続けることができます。適当な商売をしていては何度でも来てくれるようなお店にはならないのです。工夫をして努力をしてお客様に喜んでもらえてこそ儲け続けるお店になります。そして儲け続けることができればあなたは幸せです。嫌なことがあったからとかどうにもならないからと単純に投げ出すのは本当の諦め方ではありません。諦めるという意味をしっかり知った上で深く考えて明らかに眺めてこそ次のステップに進むことができます。あなたの周りにいるどうにもならない嫌な相手は今のあなたにちょうどいいし、相手を変えようとしても変わることはありません。しかしあなたがそれを修行と受け止めて見方を変えたとき、相手も状況も変わります。幸せに向かっているあなたにちょうどいい相手や状況が自然にやってくるのです。私たちはみんな修行のためにここにいます。修行は苦しいものではありません。一見面白くないものを楽しくて幸せなものに変えるのが修行です。
文句を言って諦めるのではなく、明らかに諦めて開き直ってください。自分の身に起きるのは、すべて自分で決めてきたこと。だから乗り越えられないことはないし、必ず幸せに転換できます。神様からいただいた通り、まっとうに楽しく、明るく幸せに過ごしていきましょう。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めて、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたに、すべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。